国道458号は山形県新城市から上山市に至る一般国道である。山形県新城市の市街地を走る国道13号分岐点である5日、上交差点から佐賀市や山形市を経て上山市で国道13号に再び接続する山形県内の一般国道路線である。盆地を走る国道十三号とは 西側で南北に伸びるように並行しており、合算がある、出羽山地の十部一峠越えの丘陵地や山荘、走り、酒川村、大倉村、大江町、山部町の各役場付近を通過する。国道47号、国道112号との徴用区間を除いた実演長区間は指定区間外に区分されており、山形県が管理する。日本国内では唯一、 本線に車両通行可能な未舗装路区間を残す国道として知られていたが、大雨災害からの復旧を機に、2021年年から数年通行止めの上、十分一峠の北側約 8km の区間で舗装工事が行われている。同年度の冬季閉鎖の間にも工事が続けられ、2022年の冬季前の完成を予定している。 国道458号の十部一峠越えの道は、もともと日本三大銅山の一つに数えられた長松銅山へ向かうために切り開かれたものである。江戸時代、十部一峠の番所では、外部の商人から商品の代銀の十分の一を通行料として徴収することが行われていて、松永銅山へ入る外部商人は新城藩に、 十部一役を全能しなければならなかった。長松銅山で働く労働者は最盛期には約300人に上ったが、1961年に閉山するとこの道も次第に寂びれていった。1993年に一般国道458号に指定された。国道に指定された経緯は当時国道が通っていない山形県内の各自治体が集まって、 この道の国道昇格を請願したためだと言われている。これを顕著に物語るのは、国道458号の経路で、新庄市から酒川村の村役場付近で鋭角にターンし、南の大倉村へ向かうという奇妙なルートをたどっている。起点、新庄市から酒川村を経て、大倉村大技南山の肘折温泉までは、道路はよく整備されている。 肘折温泉付近を境に南は、道幅は、急激に狭くなり、大倉村中折から、寒河江市の境界をなす十部一峠以北までの区間は、現在の国道で唯一、車両通行可能な未舗装区間と言われている。未舗装路は急カーブもあり、福音は自動車一台分ほどですれ違い困難なほど狭く、ガードレールはないが、路面が、 平らになるように整備が行き届いているため凹凸は少なく比較的走りやすい。また、ダート区間の合間に部分的に舗装された区間も点在するが、舗装面の痛みが激しいところもあり、路面に凹凸がある。ダート区間の途中にはゲートがあり、陶器は通行止めである。このダート区間は山形盆地側に国道13号。 国道347号が並走しているところで、比較的交通需要が少なく、豪雪地帯であるため冬季閉鎖の期間も、長いことから現在に至るまで、未舗装のままになっているが、カーブが厳しいところから舗装化が行われていて、徐々に舗装改良工事は進められている。十部一峠あたりは、道幅が一車線しかないが、舗装はされている。 しばしば土砂崩れなどで通行止めになることもあり、国道としてマニアの間では有名となっている。2車線に満たない区間が多い中、国道112号、宮内交差点から山形県道26号、佐賀江西川線交差点までの区間、山形市、山部町、上野山市は2車線の道路が続く。大江町左沢から山部町山部に至る区間には、 住宅街の合間を通る1から1.5車線のアイロンがたびたび現れる。山部町市街地では国道本線のルートが右左折を繰り返し、それを示す案内標識設置されていない交差点もある。佐賀市大技平地落ちないの山形県道26号分岐からは、あぜ道のような狭く細い道路のところがある。トンネル、ありがとうございます。